俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ。のっけからこんなモンスターに出くわすなんてね。最初は町の周辺でレベル上げをするのが基本なのに、ずんずん突き進むからですよ。だって他のプレイヤーたちがいっぱいでレベル上げなんてできたもんじゃないんだもん。それはそうですけど、どうしますか？大丈夫、倒せない相手じゃないよ。おお、頼もしい。準備はいい？ああ、行こう。
とか倒せましたね。さすが私たち、多少の無茶も見事な連携でカバーあってね。お疲れ様。みんなハードな初陣になっちゃったな。本当に大変でした。いきなり全滅っていう可能性もありましたよ。でもリズの言う通り、気の知れた私たちだから、この新しいゲームでもうまく立ち回れたんだと思うよ。そりゃ長い付き合いだもの、みんなと SAO で出会ってからね。でも本当にこのゲームは SAO にそっくりだね。周りの景色とか。 SAO か。ソードアートオンライン、通称 SAO。 それは新世代ゲームハード、ナーブギア機体のソフトだった。ナーブギアは脳に直接信号を送ることができる今までにないゲームハードで、プレイヤーはあたかも自分がゲームの中に入り込むような体験をすることが可能となった。フルダイブと呼ばれるその技術と MMORPG というゲームジャンルの融合。 SAO は VRMMORPG の記念すべき第一弾として、開発者の茅場明彦はマスコミに対し、これはゲームであっても遊びではないと語っていて、そして正式サービス開始の当日、 SAO は茅場の言葉通りのものとなってしまう。茅場はこのゲームからの離脱機能を排除し、プレイヤーの自発的なログアウトを不可能とした。さらにゲーム中に HP がゼロになると、ナーブギアから強力な電子パルスが脳に発せられ、プレイヤーは本当の死を迎えてしまう。デスゲームと化した仮想空間から出る方法、それは100の階層から構成される浮遊城アインクラッドの完全攻略ただ一つ。ゲームに閉じ込められた1万人のゲームプレイヤー、そのプレイヤーたちは仮想空間を現実として捉え、生活し戦い、仲間と苦楽を共にし、最終ステージである百層にて、茅場が扮していたヒースクリフを打ち倒した。こうしてプレイヤーだけでなく日本中を巻き込んだ事件は多くの犠牲を払う。でもここは SAO じゃない。今日からベータテストが始まった新作ゲーム。 SAO では空に浮かぶ巨大なフィールドがゲームの舞台でしたけど、このなあ、どこまでも広がる大地、アイングラウンドが今回俺たちの冒険する舞台だ。この世界でどんなことが待ち受けているのか、みんなで楽しんでいこうぜ。早く遊び尽くしたくてうずうずしている感じだね。まったく、根っからのゲーマーなんだから。そういえばこの後街で他の皆さんと待ち合わせしているんですよね。そろそろ時間なんじゃないですか。おっと、確かにそうだな。それじゃあ一旦街に戻ろうか。よし、帰るまでにあと何体かモンスターを買っておきましょうか。リズさんもすごいゲーマーじゃないですか。まあまあ、さあ行くわよ。あ、待ってくださいよ。私たちも行こう。ああ。